大阪府警の捜査員がこれから組事務所の捜索に入ります。おかさん、開け開け、これ大阪や、開け開け、早よ当たんかい、これ早よ出迎えんかい、大阪市。大阪府警が家宅捜索に入ったのは、埼玉県川口市にある指定暴力団住吉会の二次団体、七代目両家一家の本部事務所です。大阪城海峡会場、被疑者八重樫すずや、名前覚えよ、八重樫すずやな、あれすっげえ。捜査関係者によりますと、今年6月、大阪市平野区に住む75歳の女性が、不倫相手との示談金が必要になったという息子になりすました嘘の電話で、現金およそ1100万円を騙し取られ、元住吉会系組員の八重樫すずや容疑者が詐欺の疑いで逮捕されました。八重樫容疑者は、待ち合わせ場所で直接女性から現金を受け取る受け子役だったということで、関係先として本部事務所への家宅捜索になりました。警察は他にも住吉会傘下の組事務所2カ所に家宅捜索に入っていて、事件への組織的な関与も視野に捜査しています。